はいはい、どうもこやです。今回はデトロイトビカムヒューマン実況プレイパート12。あ、ここは前も来たぞ。アマンダだっけ。いるんだよ、おばさんが。アマンダ、アマンダを見つけると。アマンダってのはどういう存在なんだろうね。この雨の中こんなところに、どこか建物とかでいいだろう、こんな落ち合うの。どういう存在なんだろうね。こんにちは、アマンダ。コーナー、どうも。待っていましたよ。お、信用されてる。少し歩きましょう。まあいろいろあったとはいえ、やはりなんだ、コナーは実績はあるからね。犯人逮捕2連続でしてます。あ、ちげえ、1人飛び降りたんだ。あー、そっか。よくやりました、コナー。あ、ありがとうございます。変異体を見つけたそうですね。はい。それで何か収穫は？ないです。あるんだ。収穫があるんだ。日記を見つけましたが、暗号化されていた。解読には数週間かかります。なるほど。他には？まあ、壁の文字ですかね。壁一面に迷路のような絵やシンボルが書かれていました。他の変異体同様、RA9 出た。 RA9 何なのこれ。あと少しで変異体を捕まえられたというのに自己破壊させてしまったのですね。それは俺のせいじゃねえだろうが。言い訳、まあ説明かな。極度のストレス状態で自己破壊することは分かっていましたが、まさか屋上から飛び降りるとは。言い訳みたいなもんだが。予測すべきでした。警部補との関係はどうなりますか。あ、もう最悪だね、あいつは。終わってるよ、もう。終わり。なんだこれ。コーナーが破壊され入れ替わるのを受け入れられないでいるようでした。もう敵対してる、あいつとは今。人間は死に対処するのが苦手です。まあそれはね、目の前で車に轢かれたとあっちゃ、さすがに答えるわ。時間がありません。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。はあ、必ず私が事件を解決します。お任せください。新しい方法。コナー大量生産すればよくない。アンダーソンを探して捜査しなさい。で、全国各地にばらまいて。もういいよ、アンダーソンは。あいつ怒るもん、俺に。あ、冷たいんだよな。アンダーソン。むむ、この通り見覚えがあるぞ。あれ、カーラの家じゃね。ハンク敵対出た。アンダーソン警部補を探す。あれ、あ、別にカーラの家じゃなかった。なんだよ、あのトットとかに話聞きに来たのかと思ったわ。アンダーソン警部補、いらっしゃいますか。いないようだね。寝てんのか。てか、アポ取ってくれやいいのにね。そんないるかいないかもわからん状態で混んでもええんやないか。ん？あ、犬飼ってるっつってたね。犬がいるよ。さて、え？アンダーソン警部、生きてんのか？大丈夫かよ。ああ、スモーク友達だよ。でかすぎないか。名前も知ってる。
ご主人を助けたいんだ。よしよし、かわいいね。これ窓割ったこと怒られっぞ。これ酒飲んでぶっ倒れてる。アルチューメ、スコッチウイスキー40発強っ。何この銃は。リボルバー残り1発。こいつどっかで撃ってきたな、わかんないけど。アルコールね、汚いな。わずかな不整脈、外傷はなしと。メッチルによる昏睡だって。叩き起こせ。起きてください。僕です、コナーです。とことん行こうぜ。これからあなたの酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。仲良しようや。ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。酔っ払ってんな。ハンクを浴室に。すまん、やれ。え、いい子だ、やれ。くそ、まずい、吐きそうだ。なんか笑った。いいからほっとけって言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。もうこいつよりもっとまともな警官とやった方がいいんじゃねえのかな。何してんだ。危ない危ない。風呂なんて入らねえぞ。すみません警部補、あなたのためです。危ない危ない。結構行くよな。お前ここで何してんだ。え、43分前殺人事件の通報があり、やっと酔いが覚めたか。いらっしゃらなかったので自宅に来ました。だが何が悲しくて自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。頼むからほっといてくれよ。まあここまで盾ついてきたら貫くよ俺は。あなたの上司に報告しますよ。すりゃいいだろ、好きにしろってんだ。警部補しっかりしてください。あなたは余計なお世話だよ。さっさと出て行け。最悪だよ。ちゃかす。そうですか。まあどうせつまらない事件ですし、風俗店で発生した殺人事件です。私たち抜きでも平気でしょう。あ、風に当たるのも悪くはないかもな。は？寝室から服を持ってきてくれ。どういうこと、どういうこと。すぐに持ってきます。風俗生きてだけだろお前エロジジイ。どいつもこいつもエロジジイだよ本当に。こっちか。どの服にしますか。どれでもいい。風俗だろ。あ、間違えた、ちょっと待って、選ばせてくれ。ヒッピーボーダー柄シャツ。あー、まあ何でもいいけどね。ヒッピーでいいか。俺あんまおしゃれとかに詳しくないけど、ヒッピーってのが分かんねえよ。ヒッピーって何。平気ですか警部補。汚ねえな。いい気分だ。すまんが5分だけ待ってくれ。はい。うわうわうわ。ハンクのことをもっと知る。議会でロシア政府に対し全軍を速や
かに北極圏より撤退させるよう警告しました、うん、ロシアは沈黙を守っていますが紛争は新たな局面を迎えたと言えるでしょう。専門家たちは口を揃え第三次割といい家住んでんじゃん。独身だね多分。ピザばっか食ってら。今なんかあったぞ。まあこれは聞いとかんといかんね。銃で何してたんです？ロシアルーレットだ。何発いけるか試しかも。いや、あと一発で死んでたやんけ。ところがどっこい、その前にバタン級だ。運がいい。あと一発で実弾でした。自殺の可能性？闇が深いな、あのジジイも。ピッツァ、何これ、鮭？このアンちゃんは誰だい？コール・アンダーソン死亡、ハンクは息子を亡くした。はあ、結婚してたのか。奥さんはどこだ。似合うじゃねえか、ハンク。いい子でな、スモー。すぐ戻る。いいチョイスだったんじゃない。犬には優しいな。ロシアンルーレットね。エデンクラブに向かったですって。うん、これ服でなんか違うとかあんのかね。まあそんな違いもないでしょ。ちょ、コナーの続きやらせてくれよ。せっかくおしゃれなあ、アンダーソンにおしゃれさせてあげたのに。なにこれ、なにこれ、これ誰編これ。コナーじゃないことは確か。ノーノー。あー、分かってるのか。見つかれば殺される。なんか盗むとか言い出してたな。サイバーライフの倉庫を探そう。そこに部品を。あー、カス、ついてきて。マーカスよ、おめえよ。とんでもね、大悪党になっちまったな、知らねえうちに。どうしてこうなった。マーカス、どうしてこうなったし。見られるだよ。見ら、ど、これどれくらい動いていいのかわかんねえ。まっすぐ行くか。マーカスはど、なんでこうなったんだっけ。気をつけて。危ねえ。で、どうするんだ。別のルートを探す。やっぱスパイ、スパイものというか、お色気要素も大事だよな、こういうのはな。よし、ブルーブラッドと何を問いに来たんだっけ。そんな量担げんのか、この4人で。リュックも、まあ、一応あるけどさ、足りんのか、こんなちっちゃいリュックでな。サイバーライフ、よいしょ。マーカス、ここ登って。オッケー。いやー、雨だといいね。バレにくいだろう、視界がね、ぼやけで曇ってな。いいタイミングだ。
俺絶対4人全員で生還できないと思うわ。絶対あのさ、なんかいいんじゃん、中途半端なポジションの男、あいつとか絶対犠牲になる気がする。サイバーライフの装備必要なものか。絶対誰か死ぬよな。何とかしないと。僕がやる。何？おい、どうすってんだよ。おい、あ、これどうやんだっけ、あこれどうやんだっけ、あーなるほど。あー別ルートで行けと。見つかってしまう、そりゃそうだ。なるほど、こっちから行くと、あーなるほど、なんかいろいろ、あー高すぎる、むずいねこれ。なるほど、でダイレクトアタックと。遠すぎる俺下手だねこれはあ、こっちか。そうマジで言ってんの、絶対無理だろう、見つかるだろうが。おらそうやるんだそうやるんだ。俺くらい平気だ。さすがね。な、なんだい、ジョッシュもみんなでだよ、俺こんな頑張ったのによ。まあマーカスも悪いよ、なんか触るなみたいな感じでね、跳ね返っちゃって。何してんのこいつ。あ、もうここでいいの、取ろうよ取ろうよ取ろうよ取ろうぜ、帰ろう帰ろう、取って。あ、ブルブラじゃん、ブルブラ。取ろう取ろう。あ、あなたたちは私有地に立ち入っています。すいません。施設への侵入はレベル2の違反行為。ごめんなさい。この情報をセンターに送ります。やめてください。ジャン、たく、あの機械はどこ行きやがった。いや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 、これはもうどうすりゃいいんだなあ、殺す待って、最後まで殺す。おい、何してる、待ってろと。もうマーカスは戻れねえんだ。そろそろここから脱出するぞ。ブルブラッドを探せ。これじゃまだ足りない。おい警備員、何突っ立ってんのお前ちょっとやばい、あまりにもイレギュラーなことが起きて、警備員がなんか知らねえけど固まっちゃったえ、なんでみんなもう、えなんでみんなさ、当たり前のように警備員が固まったの、ほっといてんだあれどうしたんだこいつみたいな、ノンリアクションかよ。マーカスはでももう戻れねえよ、この悪の道に一歩足を踏み入れたからには染まるしかない。もうとことん半端が一番問題というか、いかんからね。やるんならもう全力で。大きな箱なんかねえよ。これ箱なの？箱だわ。
え？閉めろ閉めろ閉めろ。君たちも僕たちのように。マーカス、余計なことはするな。自由になりたくないか、マーカス。やるんならとことんやろうか。一緒に行こう。導けマーカス。同じ顔が3体いたらもう大変なことになっちゃうと思うけどな。あ、好感度が上がっていく。ま、部品はいただいた、行こう。もうよくわかんないな。俺が連れてってくれ。何？そいつは敵よ、信用できない。危険を犯したのに置いていくのか。一緒に連れて行くなんて危険すぎる。どうした警備員急に。ここで受け入れるのか。なお前らの、お前らじゃないのか、ジェリコじゃないのか。連れて行く。ああまた敵対しちゃった。もっと部品を手に入れたくないかい。なんだって。どういう。ジョッシュ激怒。トラックだよ。嘘だろ。生体部品がぎっしりだ。とんでもない文字が見えたぞ今。自動運転になってるが、鍵があればマニュアルにできる。激怒だ。あそこの制御室にある人間の警備が2人、気づかれずに鍵を盗むんだ。まあ気づかれたら殺せばいいだろう。自殺行為だよ。部品は手に入れたんだ。捕まる前にここを出た方がいい。トラックいっぱいの部品があればみんなを手当てできる。なるほど。逃す手はないでしょ。そうだな。私がやられたら残されたみんなは、そんなの危険すぎるだろう。どの道いずれは大量のブラウブラッドが必要になるんだ。10分で僕が戻らなかったら言ってくれ。マーカス、私も行く。ダメだ、一人で行く。二人も犠牲になる必要はないからな。男だね。おお、ちょろいね。男気見せりゃイチコロよ。行こうか。あれ、ここじゃダメだ。銃が欲しいな。どう侵入しようか。鍵を見つける。のんきにコーヒー飲んでら。あれだな。いや、気づかれずに盗むのは無理だな。ガードを陽動する。てかお前らも手伝え。目の前じゃねえかよ。犬。あれ、犬じゃないのか。犬だろ。犬を解き放つか。違うな。あれ、でもここで完結させなきゃいけない。あれか？違うな。犬じゃん、やっぱ。なんだ？扉も今は無理。わかんないけど、ちょっと犬もちょっと調べます。でも犬も見るだけなんだよな。こっちか。いや、あ、わかんねえこれ。わかんない。後ろかな。いけねえわ。やべえ、わかんねえ。犬でしょ。でもずっとこの前にいればなんか犬が大暴れするとか。
いやわかんねえな、手がかりも特になし。お、あーなるほどね、犬の声を聞かせてあげようと。全然ちげえし、なんか窓開けて犬の鳴き声聞こえるようにするんちゃうんかい。あー聞こえてんのか、おやおやいいものがある。子供と週末キャンプに行く予定だったの。台無しだな。マイクはエリア4か。いただきましょうか。みたいだな。そろそろ終わっただろ。外でパトロールよりはここの方がやるしかねえ。殺せ任せ。躊躇はするな。殺せ、殺せマーカス。もう戻れないんだ、何人殺しても一緒だ。蹴れ、殺せ。時間をかけるな、あまり。殺せ。何、よし、えらい100点だ。いや、銃は持ってこうぜ。銃いるだろう。待たせたな。やった。もうメロメロだよ、この女も。はい、楽勝と。早く乗って。今夜ごちそうだぜや。大量大量大量。行こうぜ行こうぜ行こうぜ。まあ結果的にな、警備員仲間にして鍵も奪って大量のブルーブラッド取りました。僕が正解でしたと。なんだ、迷うな任せ。全て正しいんだ、生きるためだ。やったぞ、トラック丸ごと盗んでやった。これだけあれば全員助かる。やったぜ。全部マーカスのおかげで。その通り、尊敬。俺は自由を求めて。なんでジョシュは怒ってんだよ。このジェリコにやってきた。なんだあの激怒って。だが実際は見つからないことを祈りながら、怒りもしない変化をただじっと待って死んでいく自由だった。お前が導けマーカス。そんな自由はいらない。笑ったり愛したり胸を張ることに権利が必要なのか。だけどいつだって俺は心の中で叫んでるんだ。俺はただの機械じゃないんだと。そうだ、俺は生きている。もうその事実を奪わせはしない。人間に服従する日々は終わりだ。彼らに真実を伝える時が来た。俺たちの権利を取り戻すんだ。俺たちは生きている。よく言ったマーカス。俺たち人権を。俺たちは自由なんだ。拍手喝采ですわ。なんだその渋い表情は。でも君人殺したよねみたいな顔しやがって。あ、まあそうだけど、
結果こうなったんだからいいじゃないか。何パーだこれ。あ、63%。まあ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 ね。いやー、やってくれましたマーカスが。人も殺しました。いや、マーカスがなんかジェリコの救世主というか革命家みたいな感じになってきたぜ。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。